はい、どうも。どうも。腹減ったな。はい、わたつ。あれ、あれ。はい、わたつ。昨日引退言った言った。わかるよ。わかるわかる。気持ちわかるよ、うん。昨日引退言った言った。わかるわかる。わかるよ。ただいま。おかえり。はい、どうも。お医者さんってどうしたの？いや、コンタクト作ろうと思ったら、なんか医者の処方箋必要なんだね、コンタクト。ノン、いらっしゃい。いい、いい、私、いい。あ、そうか。医者のね、なんか処方箋が必要らしくて。コンタクトのメガネの度数とさ、メガネの度数とコンタクトの度数って違うんだね。知らなかったわ。メガネとコンタクトに度数に差があるっていうのは知らなかった。そうなんだね。眼科行かないとダメだったんだね。メガネ処方いるんだ。はい、こんにちは。どうも、ゆかママ。なんかお茶飲みたい。腹減ったな。なんか今日料理作ろうかな。料理枠でもやる？料理枠やろうかな。違うんだね。知らなかったよ。うわー、陶器作ってるお店がある。すげえ。結構いろんなお店あるんだね。引退やめた？あっちゃん帰ってきたよ。どうしようかな。なんかおすすめの手料理ある？なんか作ろうよ、手料理。昨日は揚げ出し豆腐だった。今日何がいいかな。なんか一品作るか。ハヤシライスか。ご飯物か。まさかのおかず一品っていう感じだったわ、俺が想定してたのは。なんか煮物とかさ、おかず一品添え。うわ、彼岸花だ。超綺麗。彼岸花綺麗だね。中華か。カレーは時間かかっちゃうね、仕込みに。あ、筑前に本田宗一郎いらっしゃい。筑前に昨日盛り上げてくれてありがとう。筑前煮か。はい、若津。ロールキャベツはね、お母さんの得意料理なんだよ。だからやっぱさ、お母さんの得意料理にかぶせるとなんかこうライバル心出てくるじゃん。ちょっとなんか嫌じゃん。お互いギスギスするじゃん。だからお母さんが作らなそうなのでいきたいよね。ハンバーグお母さん作るね。お肉か。肉はお母さんあんま作んないな、確かに。でも昨日の焼き鳥めちゃめちゃうまかったわ。また食いたいな。ジュース飲みて。ハンバーグでも美味しいよね。何がいいかな。餃子？朝見ながら作る？いいね。餃子、いろいろな思い出があるな、餃子は。魚の煮付けとか、魚料理はもうお母さんに勝てない、絶対。引退はなかったことになったんですか？ああ、もうそれは前回の枠で話してますね。いじめられっ子じゃないですね。うわ、すげえ。釣りやってる。いいな、釣りやってるよ。いいな、暑い。釣りだわ。
ミルフィーユ鍋。ああ、確かにお母さんやらなそう。鍋いいかもね。鍋良くない？鍋にすっか今日。鍋いいね。ザリガニかな。聞いてみればよかったね。何取ってんのって。ザリガニ釣れんのかな。てか釣りいっぱいいるわ。釣りやってる人すごいね。釣れんだ。釣りいいな。白菜と豚肉。鍋いいよね。鍋、何鍋にするかな。鍋にすっか今日、うん、ありがとうあさん。鍋何が好き？みんなミルフィーユ鍋はちょっと俺グッとこないけど、復帰おめでとう。てんてんありがとう。鴨鍋渋、うんうん、また見れてよかった。ありがとう。思って鴨鍋か。もつか。難しくねえか、もつ鍋は。下ごしらえとか時間かかるでしょ。なんかもっとお手軽なキムチ鍋、ど定番。おーめいいらっしゃい。やっほー、かわいいね今日も。それはかわいいよね。サムネイルって別に毎日変わらないからね。俺よくメイが来るたびにかわいいね、今日もかわいいねって言ってるけど、この前とサムネが一緒なだけなんだよねよくよく考えると。きりたんぽ作ったことない。トマトカレー。うち鍋じゃないけどポトフか。ポン酢か。豚肉とポン酢か。もやしといいね。はい、サンチェブロックです、はい、残念だな。ブロックです。はいはい、くまくんいらっしゃい。レンチンで作れるんだ、すごいな。こういう時ね、なんか女のリスナーさんがいるとすげえ助かるんだよな。あの、教えてくれるんだよね、みんな料理を。鶏白湯、わかんねえな。あ、でもガーリックステーキ、チキンガーリックステーキも作りたいな。チキンガーリックステーキ。石狩鍋って何？何それ石狩鍋って。うまいの？石狩鍋、うん、パリパリの皮うまいよね。焦がしてね。引退はどうしたの？どうしたと思う？セフィゾーさんいらっしゃい。チキンね、いいね。なんか最近肉も食ってねえかんな。どうしようか。猫まと相談する。味噌ベースなんだ、うまそう。うん、鮭で作るんだ石狩鍋。今鮭旬なんだ。なんかね、もう魚は毎日出てくるのよ。お母さんが魚詳しいし、魚料理できるから。だから肉とか野菜とかでちょっと一品って考えてるね。うん、あのめんどくさいね。0852ブロックですね。バイバイ。じゃあね、うん、めんどくさいわ。今鍋の話してんだよ、うん、今日おひじりさんどうしようかな。タヌキかキツネ。いや、まあ後半やってもいいよ全然。おゆうたんいらっしゃい。今1位なんだ、まあ、楽しんでいこう。何作ろうかな。何がいいかな。お腹すいた。ジュースでも飲もうかな。うわあ、てか猫間と相談して猫間と一緒に買いに行こうかな。なんか猫間と一緒にクッキングしようかな。髪ブルー、もうでも色抜けてきたね。本当はもっと鮮やかなブルーなんだけど、白髪みたいなブルーになっちゃったね。そろそろ染めないとね。うん、餃子頑張ってね。アイテムは投げたけど戻ってきてくれて嬉しいです。騙されたっていう認識が間違ってるから。ありがとうね、超嬉しかったよ。面白い配信いっぱいやってくからよろしくね。そう、アンチに惑わされたらダメだよ。騙されたやつザマーじゃないから。あそこで花火投げたやつは本物のリスナーだから。めちゃめちゃ嬉しかったから、うん、あそこで応援するっていうのは本物でしょ。あそこで応援できなくて投げなくてよかったって言ってるやつ普段から投げてないから。切り捨て切り捨てでしょ。ありがとうね、みんな応援してよ。配信者
みんながいないと配信やってけないよ。麻婆豆腐いいね。家の近くだよ。近所近所。おばさんと買い物行くか。ああフォローありがとう。かわいこちゃん。かわいこちゃんありがとうね。うん、夜来る。ありがとう。豚丼ってなんだろう。豚丼っていう食い物があるんだ。猫もちゃんと買い物行くか。食べたいもの何って聞いて。猫ま、俺の料理好きだからな。お母さんも料理上手なんだよ本当に。猫まのお母さんも料理上手で、俺も料理できるな。めんどくさいやつブロックするよ。ちょっと待って、今めんどくせえおっさんたちブロックするから。また嘘ついたんて、お前誰だよ、うん、お前誰だよ。ブロックです。おい、ムラさんはブロックです。なんかメール来てんの、ちょっと待って。はい、さよなら。はい、かつく。超、何なんだろうね、こういう普段見てないやつがああだこうだ言うのさ、ムカつくよね、本当にね。ゴミじゃねえよ、バカ。いや、コンタクトレンズだね、コンタクトレンズ、うん、コンタクトレンズだね。見えてる？みんな大丈夫？コーヒーうまっ。視力検査がなんか処方箋を出さないとコンタクトは作れないんだって。知らなかったね。え、アイテム値上がりだね。アイテム値上がりうぜえ。まあ、いや、応援どんどんしづらくなるよね。それはよくないよな。まあしょうがないか、増税ってそういうことだもんな、うん、あ、病気じゃない病気じゃない、コンタクトね。え、写真、内写真だね、内写真。やっぱ寄り目だけどって、寄り目なのを認識してるってことは写真なのを認識してるじゃねえか。メガネ屋さんでなんか言ったら買えるもんだと思ってた。外配信久々だね、2ヶ月ぶりぐらい。2ヶ月ぶりぐらいか。釣りのマナーを守るべし、鳥や猫に餌を与えるべからず、犬の糞は持ち帰るべし。あ、なんとかの中に入った、あ、柵か、え、なんとかの川の中に入って遊ぶべからずか。こういう川ってボートとか勝手にやったらダメなの？法律的に。このなんかペットボトルとかで船作って勝手に泳いだりしたらダメなの？こういうのって手作りの船、主力に影響あるかどうか分かんないね、うん、今日どうもしてないよ。ミカドだ、キャンミカドだ。メガネ似合う、あのね、違うんだよ。あの写真の編集やってアートワークのその俺教えてくれてるほら佐藤さんいるでしょ。で、細かいところがずれてるっていう話になって、で、
和道さんがその頭で認識できてないはずがないっていうのよ、佐藤さん的には。でもそのレタッチをやっていく上で細かいグレーディングなんだけど、ちょっと粗が出て、多分これその認識的には合ってるんだって。そのここがずれてるとか、ここを直そうっていう、その肌のほくろを消すとか、その色合いを変えるときに。だけど明らかにメガネの度がずれてるんだと思うって言ってて、佐藤さんが。でその細かい微妙な差が、そのアートワークってすごい重要なんだって。プロの目はごまかせないじゃん、写真やる上で。でそのメガネってこことここに空間があるから、だから色にすごく影響を与えるんだって。屈折率って言うんだけど、だその色合いを考えると、コンタクト、その仕事的な感じなんだよ。メガネが邪魔っていうかね、ここに空間ができるでしょ。で光の色合いって屈折するから難しいんだって、その色を整えるのって。だから目が悪いっていう、簡単に言うと。で色がちょっと、色のタッチがずれてると。やりたいことは分かるんだけど、どうなんだろうね。でかいところ行ったんだけどね。そう、それでコンタクトにしないとなと思って。だからアートなんだよ結局。うん、メガネかけ、いやだからそれは意識が低いんじゃない単純に単純にそういうことでしょ。だからそれくらいこだわってあの写真撮ってるよってことね。2ウィークとか3000円なんかあれでしょ。これねもうピアスだよ、ピアス、うん、ピアス入れた、うん、ほくろじゃないね、ピアスだね、うん、でもねほくろ増えたね最近ね、うん、微妙なタッチの色合いとかさ、細かい花とかの風景とかを撮るときとかさ、もうすごい大変なの。そう、ピアス入れたの。みんなほくろほくろって言うけど、ピアスです。そう、千正雄ってみんな呼んでんだけど、でも千正雄をこのなんて言うんだっけ、なんとか袋って言うんだけど、そう福袋だ、そうそう。で福袋があると金運上がるらしいよ、なんかまあオカルトだけど。であのなんつうの、ほくろ取っちゃったら急に落ちちゃったらしいよね。こんばんは。取るだけならメガネでいいのかもしれない、編集になるとメガネ。そう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 、いやでもね、取る時も本当はコンタクトの方がいい。なんでかっていうと、ファインダー覗いた時の色合いを確認して原色、そのあのさ、例えばさ、あのなんだっけ、あの知らないでしょ、普通にプロのカメラマンとかだと2万円ぐらいするさ、そうホワイト抜きとかやるのよ。要はその色合いの確認とかをやるの。普通にパシャって撮るだけじゃなくて色合いの調整とかもやるのよ。だそういうことをよくよく考えると、あのコンタクト必須かなと思って、うん、緑色見るんだ。あ、それは知らなかったな、面白いね。カメラはね、そのなパレットみたいなのがあって、その色が乗ってて、でそこに合わせるんだけど、機械がやってくれるんだけど、でもそのなんつうの、頭で分かってないダメじゃん、正しい色はどれなのかっていう。でその上で正しい色を判断した上でどういう色を乗せるのかっていう作業をやるから、だからねやっぱ目すごい重要なんだって。それそうだよな、カメラ目の遊びだからな。なんて言うんだっけ、あのパレットみたいなやつ、色が乗ってる、うん、撮る時も本当はねメガネじゃなくて、あ 目は補正しかけた方がいいらしい。もうパソコンやってるから目だいぶ悪くなっちゃったからね。フォトショップじゃない、俺はねライトルームでグレーディングっていうのをやって、ライトルームで、ほくろの除去、スムージング、カラーグレーディングっていう作業をで、ピックアップっていうんだけど、そのライブラリーの調整をして、であと何やるかな、カラーグレーディング、スムージング、カラーグレーディング、スムージング、補正か、肌の補正で、
その後にフォトショップで絵を描くって感じかな。そう、色をのせたりとか調整をかける。要はライトルームっていうソフトはグレーディングすごく強いんだけど、あのレイヤーっていう概念がないの。だからレイヤー構造を使う作風が多いから、俺はコラージュっていう作風なんだけど、そうだから素材はライトルームで作って、コラージュ自体はフォトショップでいじるっていう作り方をしてるね今。結構ね、運命左右するらしいよね。破産宣告してからほくろを取ったんだ。引退やめた。延長するんで皆さんアイテムお願いします。あれちょうだいよ、あれ、あのなんか応援アイテム、みんな応援アイテムちょうだい、復帰記念で。延長するよ、自動延長と。延長代よこせ10円でもいいから、ちょっとちょうだいお気持ち、頑張るから。そうそう、あのね、それもすごい勉強したんだよ。でフォトショップすごい進化してんの。あのライトルームだ、ライトルームの方すごい進化してて、今まではプロはフォトショップを使うのがもう通常で、ライトルームは入門っていう感じだったの。ライトルームっていう新しいのが出たの、写真用のソフトなんだけど。で今ライトルームがものすごい、もうだから現場、プロの現場どうなってるのかっていうと、写真撮るじゃん、で iPad で編集するの、目の前で。ありがとう、完成ありがとうね、みんな完成アイテムちょうだい、すごいよ。写真載っけて配信してる方、あ、それあの通報して、で、あとスティーさん DM かなんかでその人の配信者の名前とか全部送って、通報通報、それ教えて。個人情報勝手に、あのもうあれだから、事務所所属してるから弁護士さんに対応してもらうから。ありがとう、完成ありがとう、おい性欲さん、エンジャンメガホンありがとうね。クソだな本当に、なんだろうね、クソクソみたいなのいっぱいいるよね。ありがとう、延長代に達人アさん、ありがとう。頑張れよ、ありがとう。セフィゾーか、バカだな。セフィゾー、あいつ A 番食らうぞ。ありがとうね、マロンさん。ありがとう。バカだろ、セフィゾー。ちゃんとプロフィールページぐらい読めよな。普通にあれだぞ、訴えられるぞ。普通に注意して。セフィゾーか、頭悪すぎるなあいつ。みんなありがとうね、アイテムで。なんか最近思ってるんだけど、なんかこうみんなが欲しい風景写真の、なんかこう風景写真、こう部屋に飾れるようなの欲しいって言われてるんだけど、なんか俺がモデルになってたり、猫間がモデルになってると、部屋にそのファンの人は飾れるけど、なんかこう一般の人とか飾りづらいっていうじゃん。どんなさ風景写真が欲しいとかある？なんか海とか山とか星空とか、なんかこう廃墟とかさ、いろんなパターンがあると思うんだけど、風景写真のだったら買いやすいっていう人がいっぱいいるんだよね。なんか風景写真だったらどんな作風に行こうかなっていうのもちょっと迷ってるんだよね、リスナーさんからのさアドバイスをもらってて。なんかみんながさ飾りたくなるような風景写真ってどういう系かな。作風はさ、まあ自分の中で固まってきてるからいいんだけど、そう素材となる風景、どういう風なところにロケハン行こうか迷ってるんだよね。海の方がいい。海難しいんだよな。月いいね。月行こう。月は採用。月はね、でも望遠レンズがないと撮れないから、望遠レンズレンタルするか、ちょっと満月の日に。 OK、 月ね、月プラス星空が好き。OK、OK、星空でどういうロケーションかな。星空いいね、月とか星空いいね、賛成。夜ねっていうことは OK、OK、
どっかね、絶景、絶景だね。滝か。滝はね、一回取り行ったんだよね。滝は取り行ってる。ちょっとね、だんだんもう取り方とか分かってきたから、猫。あ、猫か。お、いいじゃん。その手があったか、動物か。うわ、猫いいな。そっか、被写体が猫の場合だったら、そうかそうか、動物っていう手があったか。あ、それすごく良くない？確かにさ、その猫間とかさ、なんだろう、猫間とか、そのなんて言うんだろう、そういうさ人だ、あの人間だと、その人間のドラマを想定しちゃうけど、花鳥風月とかテーマ性あるじゃん。アーティストの人かな、なんか多分これね、アートやってる人だね。ちゃんとテーマを持ってるね。いいね、花鳥風月いいね。あ、なるほどね。こうやってなんかみんな部屋に飾りたいよね。そしたら風景写真だったらさ、みんなの部屋にも飾れるじゃん。で、作風の追い込み、今まではその被写体のモデルさんの追い込みをずっとやってたんだけど、風景の勉強にもなるわけよ、その写真の撮り方として。だからもう一回風景写真にね、ちょっと原点回帰しようかなっていう案もね、自分の中にあるんだよね。 その上でモデルを入れるかどうか。うん、ね、部屋に飾れたら嬉しいもん。 OK、 月とか、星空とかね、その上で動物を入れると。あ、いいね、いいね、いいね。にゃんこわんこ、猫かな俺は、うん、ワンちゃんは結構犬種が豊富だけど、猫、ね、まあ、猫ちゃんも多いけど、猫ちゃんだとほら身近にいる存在だから、黒猫ちゃんとかだといいかもしんないな。あー、なんか動物はすげえいいアイデアだな。猫好きの人もいっぱいいるしね。で、風景の中に猫がちょっといてもね、別になんか邪魔にならないもんね、味になるもんね。すげえいい案だな。うわ、勉強になるわ、楽しみだね。いいアイディア、ありがとう。ちょっとじゃあ一回切って、猫まとご飯聞いてくるわ。ご飯何食べるか聞いて、でそれでまた枠取り直すから、ちょっと待ってて。メガホンありがとう、うんうん、じゃあみんな後でね、みんな後でよろしくね。で、一旦終わりにします。皆さん、おつです。ありがとう。